オバマ大統領、4月22日に来日へ。 アメリカのホワイトハウスは12日オバマ大統領が4月下旬に日本韓国マレーシアそしてフィリピンの順にアジアを歴訪すると正式に発表しましたなお日本での滞在は4月22日からの1泊となる見通しですこのニュース本筋じゃなくてしかも嫌な感じのすることを最初にやっぱり言わなきゃいけないさっきまで考えてたんですけどやっぱり言いましょう、はい これ本来はあ国賓としてオバマさんが日本にやってきて、つまり陛下とオバマ大統領会いますから、はい、国賓で来られた場合は、ですね、えー、そうすると一泊では普通なくて二泊三日なんですが、うんはい、そこに韓国が無理やり入ってきて、えー、とにかく日本の後、日本はもう一泊にしといて韓国に来てくれということを、まあ、例によってロビー活動も含めて、もうガンガンにやってですね。うん そして、結局一泊に今のところなる見通しで、日本はひょっとしたら、外務省にも聞いてみたんですけど、はい、まあ一泊で陛下にご負担をかけないようにできるかもしれないんで、うん、今、努力してますよってことですが、<ー>やっぱりね、これ、やっぱり僕たち振り返るべきなのは、今から12年前に、日韓ワールドカップ、ワールドカップサッカー、ってあったじゃないですか、はい、ありましたね。ねあの時にそに、なん、はい、だ、対馬関係を超えて、共済とか言った評論家もいっぱいいたけど。うん あの時本当は日本開催だったのを無理やり、はっきり言います、はい、国際社会でワイルム使って韓国が割り込んできたんですよ。うん、それを美しい話にすり替えた。そこから十数年ですからこういうことが起きるんですね。うん、もういい加減、あの、右も左もなく、うん、会見派とか語憲派とかいろいろ分けるんじゃなくて、普通に国民の利益と国益を考えて、もうこういうそのお邪魔虫のような隣国を見過ごしちゃいけないと思いますよ。うんうん まあ、あの新聞報道なんかだと、それこそ韓国をスルーすると、また日韓関係が、えー、冷え込むからっていうふうにアメリカが配慮したみたいな書き方をしてるんですけども日韓関係の冷え込みを、えー、気にしたんじゃなくて、うん、アメリカがずっと考えてるのは、あまあ、特に最近、強く考えてるのは、朝鮮半島は明らかに不安定化に向かっていると、はい、金正恩第一書記の振る舞いがあまりにも異常ですからね。の、はい、の取り合いををして自分のおじさんを 虐殺してしてまった、うん、あの儒教の国で、はいえー、儒教では考えられないことですからね、本当は共産主義じゃなくて、儒教の国なんで、北朝鮮は、うん、儒教を悪用して、儒教自体悪いわけじゃなくて、儒教を悪用した独裁国家、そんなのおじさんを虐殺してしまったでしょ、はいえー、これは根深いところで、やっぱり独裁体制が揺らぐとアメリカは見てる、まあ、日本もそう見てるんですけれども、うん、そうするとですね、その北東アジアにいるアメリカ軍が常に動けるようでなきゃいけない。はい ところがアメリカ軍は海軍空軍、つまり技術的な信頼性とか従業員を信じないと運用できない軍事力については日本に置いてるんですよ。韓国信用してないから。これ、あの、さっきの絡みで別に韓国の悪口言ってんじゃないんですよ。あの、これは言うまでもないですけど、アメリカ軍の内部の人たちに長年聞いてきたことを積み上げて僕は申してるんですが、したがって、その、海軍空軍は日本にいて、そして陸軍が韓国にいるわけですね。はい。 で朝鮮半島に何かあった時は、アメリカは当然、産軍プラス海兵隊で対処しなきゃいけないから、うん、日韓関係がおかしくなっていると、そのアメリカ軍の運用がうまくいかなくなるんで、だからもうその、理念とかそういうことじゃなくて、現実の問題として日韓もめちゃ困ると、うんはい、それは韓国分かってるから、うん、そのいわばワシントンで工作をして、こんなー韓国するしたら、もう韓国は日本に対してもっとね、アメリカに対してはないんですよ。 アメリカ様、中国様に従うわけど、はい、日本に対してもっと、うん、お強い姿勢に出ますよっていうロビー活動をしたんです。これも僕確認してますから。<ー>ね、それでアメリカがそんなも事やだべって特にオバマさんは内向きで、えと、ー、事なかれ主義だから、はい、こういうことになったんであって。ああ、それ聞いてるとダダッコじゃないですか、もう、うん。韓国はダダッコと同時にね、えー、このやっぱオバマ外交って子供みたいな外交ですよね。言われたらもう、はいはいはいって言わでちゃうと。 だここはむしろね、今までのその韓国の奇妙なロビー活動や日本海を東海に変えようとする動き、本当はホワイトハウス嫌がってるわけですからね。なんで私そんなことで揉めるんだっていうのもアメリカの本音なんで、ここであえてその韓国をビシッと一度、はい、ゆっくり韓国がまた行きますから、子供みたいなこと言うんじゃないといういい機会じゃないですか。言われたらその通りしてしまう。<laughs> うんだからうん、やっぱり日本は基本的にきちんとした自立の道を歩むべきであって、それと同時に、はい、まあ、この日最後に申せば、 そのオバマさんは内政も外交もヨタヨタだけれども、うん、でも初めて人種差別の壁を乗り越えて、えー、アフリカ系アメリカ人、黒人で大統領になった、これはもう歴史に残るんで、そのオバマ大統領が、いわば世界の本物の文化の、うん、宝物である、我が天皇陛下と会って、えー、あって。うん